はい、今からパーマ巻きますね。はい、失礼します。はい、ご苦労しました。失礼いたします。ご苦労しました。ありがとうございます。なんか雑音がなくなってほしいもんね。ねえ。前橋ニュータウン。そうです。文大じゃない。前橋日赤。あ、前橋日赤。あのね、最初本座小児科行ったらね、腎臓と肝臓が悪いって言われたんですよ。で、うちじゃ手に負えないから、渋川の医療センター行ってくるって言われた。で、医療センター行ったらね、うちでも手に負えないやつやって。あるな。それなんで、あの前橋日赤ってこと。はい。救急車で。あら、そうですか。はい。急に具合が良くなった。そういうんじゃない。まあだから急に、っていうかさ、立ってられなくなっちゃったんですよね。で、別にそんなに俺は自分じゃさ、大げさだと思わなかったんです。でも原因が分かればね。はい。だから腎臓の数値と肝臓の数値がかなり悪かったみたい。